ギブス島はサウスシェトランド諸島のエレファント島の南西2 5トルに位置する島である。1825年にこの島を地図に記したジェームズ・ウェッテルにより命名された。ギブス島は東西方向に長く伸びた島であり、長さは1 3トル、幅は2キロメートルで、面積は22平方キロメートルである。南はブランスフィールド海峡、北は ロッパー海峡に面している。西部はザスピットと呼ばれる地峡、東部はファース半島になっている。ファース半島、ザスピット及びギブス島の氷のない部分からなる369ヘクタールは約1700津街のマカロニペンギン、190津街のヒゲペンギン、18000津街のギンフルマカモメの子育てのためのコロニーになっているため、バードライフインターナショナルによって、 重要野鳥生息地に指定されている。キブス島には、ドイツ人船乗りの墓がある。壮麗な十字架の墓碑鳴は、次のように読める。ビルヘルム・トールズ、メイトローズ・アオス・ヒューソム、1875から1912、ルーイヒ・フレムダ・ハンド・アートランケン、ルーイン・フリードン・彼や彼の死について、これ以上のことは分かっていない。ありがとうございます。